近海市長近海市は、大韓民国継承南道沿海部の市。釜山広域市と、同庁所在地証言市の間に位置する。市のスローガンは、キムヘーユ有。区を持たない特定市である。古代の唐く国の古地であり、韓国最大の相続、近海近市の本願発祥地でもある。茶道などに使う茶碗も産しており、近海地域で焼かれた茶碗は日本語読みで、 近海と読む。2010年10月に人口が50万人を突破し、2017年4月末、時点の人口は53万121人で、証原市に次いで、京商南道で2番目に人口が多い都市である。市長は、イン道に置かれ、一遊六面十二行制道を管轄している。近海国際空港は1976年の開港時には、近海軍にあったが、 1978年に、富山直轄市に編入されているため、現在道空港は、近海市には存在しない。後に、久屋韓国そして、ミマナとなる地域は、弥生時代中期に入る従来の土器とは、様式の全く異なる弥生土器が急増し始めるが、これは、後のミマナにつながる地域へ和人が進出した結果と見られる。ミマナについて、我が、 白木役だらを新民とした党と書かれている、公会道を非日本軍改ざん説が否定され、またいくつもの日本固有の前方公園墳が、朝鮮半島南部で発見され始めたことなどから、近年に大と朝廷そのものあるいは深い関連を持つ、集団による、この地域の統治権、軍事統括権及び朝税権の存在について、認める、様々な見解が発表されている。中心部のほか、 市西部、北西部の進む AU に人口が集中している。1996年に28万6805人だった人口が2001年に35万3768人、2006年に45万3728人と増加していき、前述の通り2010年に50万人を突破した。近海国際空港は不山行域市に属するが、 近海市内からのアクセスも良好である。ありがとうございます。